新しくてきらびやかな服で出かける。これ以上の贅沢なんてないでしょ。この瞬間が最高すぎる。おや、あれはハト？やあ小鳥ちゃんたち、ちょっと待って、私の新しいブラウスが、あ、シャワー浴びなきゃ、あ、助けて。大丈夫だから腕上げて。わかった、すぐに脱がしてあげるね。次はボトムス、もしくは新しいドレスって呼んだ方がいいかな。さっとハサミを入れるだけで新しい服の出来上がり。よし、腕を通して。うわー、統一感を出すにはこのベルト、あなたの方が必要みたいね。あと少しで完成よ。それぐらいでお願い。ねえ、この新しい見た目も悪くないじゃない。むしろさっきのより可愛くなった。ありがとう。お礼はいいから、さあ行った。そうだね、目立ってきなさい。これこそ歴史に残る女子ハックだね。でも風には気をつけて。日曜の午後って好きだな。よし、いたぞ。これをあなたに。どういうこと？私の彼氏、何してるんだろう。しかもこの女誰だろう。彼女のこといやらしい目で見ちゃってさ。信じられない。信じるしかない、カメラは嘘をつかないからね。ああ、おいしい。次にどう出るかは君次第だ。そんな、こんなのひどい。やあベイビー、サプライズだよ。サプライズ？そりゃよかったわね。君にだよ。私からもこれ、あなたに。説明してくれるんでしょうね。ねえ、話しなさいよ。嘘でしょ？もう、バイバイ。男ってめちゃくちゃ。ちゃんと見極めておくんだった。彼に愛されてなかったなんてひどすぎるわ。あら、ケビンからだ。私とデートに行きたいって？嬉しい。彼に私の写真送ってあげよった。うわ、何このアライグマみたいな目。ウォータープルーフのマスカラつけとくべきだった。取れないよ、お願い。こっちの状況は？マスカラ混じりの涙。今行く。また私だ。まずはこいつは視界から外すんだ。何してるの？時間はかけない。やめて、お願い。ただのテープだよ。そういうこと。じゃあやり方を見せるよ。テープを貼ったら影色を選ぶ。こんな感じにまぶたの際につける。反対側も忘れずに。いい感じだ。よし、完了だ。どう？崩れたマスカラは消えた？すごい綺麗になった。ああ、そうだな、いいと思う。そろそろ行かなくては。本当にありがとう。え？私だよ。ほら、一緒にいてあげたくてさ。うそ、大したことなかったね。じゃあね。やっほ、元気？え、待って、今の何？わからないんだけど。ねえねえ、ミンディ？何？そのお尻、スカートにくっついちゃってる。やばい。あははは。ふう。ここにはいられないよ。ミンディ、待って。どこに行けばいいの？誰にも後ろ姿見せたくない。ミンディ、大丈夫だから。聞いて、私予備の服持ってるの。待ってて。持ってくるから。確かここら辺に。あった、ほらこれ使って。合うと思うよ。うわー、ありがとう。履けるかどうか見てみて。よし、
新しきを得るには古きを捨てろってね。ああ、でもちょっと問題ありかも。あら、これだとゆるすぎる。ちょっと考えさせて。わかった。ボタンの位置を変えればいいんだ。ベルトループに通せばいいだけ。あとはいつものようにボタンをかけたらね。すごい、信じられない。おっと、よし、行こっか。チームワークが夢を叶える。もう何でも任せて。その調子。わあ、すごい。うん、この笑顔は親しみあるかな。よし。ああ、携帯が。え、6時からパーティーがあるって。すごい、行く？もちろん。やった。でも時間はあとどれぐらいあるの？1時間もないね。つまり早急に準備しなくちゃだね。わかった。やる気に燃えてるよ。どっちが早いかしら。準備はいい？位置について。よーい、スタート。気をつけて線を乱さないように。厚塗りしすぎた？眉毛は完成。うん、私も頑張らなきゃ。この線をまっすぐ描いて。そして反対側もね。そうしたら終わり。そうくる？こっちだってアイライン描くよ。勝利をもたらす羽の生えた目。落ち着いて。落ち着くなよ。うん、遅刻しちゃうよ。よし、アイラインも終わった。よし、サニー、急ぐのよ。完了。私の番ね。持ってくわよ、ベイビー。あ、まだおでこがあった。ミンディ、終わりそう？よし、グロスは時間かからないからね。ほらね、できた。プレッシャーすごいよ。うん、リップライナーはいつも時間がかかっちゃうんだよね。でも気をつけて塗れば大丈夫なはず。よし、あと少し。次はグロス。ゴールはもうすぐ。今日はグロスたくさん塗っちゃう。いいね、いい感じになった。あと10分。青色のまつげ気に入ってもらえるといいけど、オレンジを引き立ててくれるからいいでしょ。わあ、すごいゴージャスなまつげ。こうやって作ったの。まずブルーのアイシャドウを削って、それを透明なマスカラ容器に入れる。ブラシを戻して中身を混ぜ合わせるの。そうしたらクリアの色から青に変わるよ。あとはしっかり混ぜたら丸々1本出来上がり。わー、とっても簡単。あ、5時55分だ。行こう。おーおー、ぐっすり寝た。今何時？うわ、遅刻だ。髪セットする時間がない。わー、急がなきゃ。あ、そうだ、わかった。きっと使える。そーら、大変身ね。すごいでしょ。止まって、どうも、パーティーに来ました。入って。はい、楽しい夜を。入っていいですか？いや、無理だね。キラキラしたものつけてないとダメ。でもこの服好きなのに。じゃあ参加できないのか。あれ、なんだろう。そうだ、ひらめいた。目をくらませよう。キラキラが好きならくれてやる。うん、なんだなんだ。そっとそっと忍び足。おい、何してんの、あっち行って。油断も隙もない。しかし新しい指輪ゲット。ああ、もう何なの。なあ、おい、こっちだ、こっち。あー、どちら様で。これを見な。うわー、選んでいいの。ならこれにする。結構するよ。
やしいおじさん、ありがとう。私のことは忘れな。仕事に取り掛かろう。紙に宝石をこうやって、とっても簡単。これならキラキラしてるでしょ。パチンと閉じるだけで宝石がつくの。わお、わっふー、この歌大好き。うわー、やっぱ眩しいでしょ。綺麗じゃない。わー、とってよし。どうも、いい髪型してんね。これでバッチリ。お次は、そうだ、アイライナー。これね、これこれ、軽くサッと。あ、ちょっと計画通りにいかなかったな。オッケー、そしたらもう一度試そう。あれ、思ってたより難しい。こんなんじゃ外出れない。うわ、こんなことしてる場合じゃ。集中、そーっとそーっと。あー、今度は出なくなった。ちょっと空っぽだ。あー、最悪。これを落とさなきゃ。ねえアシュリー、準備できた？もう行くよ。アシュリー、それやばくない？やばいかも。面白い感じになってるよ。メイクで事故った。大丈夫、なんとかする。テープがあればいいんだよ。どういうこと？それを顔に貼るの。ああ、そうか。やってみよう。このライフハックならアイライナーも完璧に。テープの真ん中を鼻先に合わせ、それを目尻まで引きます。眉の上にもう一枚短く貼りましょう。最初は変ですが、でも大丈夫。指に黒のアイシャドウをつけ、目尻に指でなじませます。テープが枠組みの働きをします。そしたらテープを外しましょう。パーフェクトなアイメイクの完成。いいじゃん、ちょうどいいよ。だから言ったじゃん。ほら、もう行かないと。ああ、そうだった。もうすぐ終わり。よし、次はなんだっけ。そうだ、髪も整えないと。カールさせればいいかな。こうして持てば、これでさ。あれ、全然負けない。なんでうまくいかない。全然わかんない。コードがかじられてる。なんで私じゃ直せないよこれ。なんでいつも私ばっかり。髪の毛まっすぐなままだ。あら、どうしたの。そんなに気を落として。アイロンが動かなくなったの。ほら。そしたらなんとかできるかも。このヘアブラシでね。え、ママ、でも髪の毛巻きたいんだけど。まずは一房取って、これをブラシのつかに回すの。しっかりギュッとね。そこにドライヤーで熱を加える。そのまま手を離すと、うわー、すごい。この感じでやって。お安いご用、似合ってるわよ。これが最後ね。はい、これでどう？どんな感じ？すごいよ。ありがとう、ママ。いいのよ。じゃあ楽しんで。興味深い生地だわ。リップつけようっと。まあ、素敵な色じゃない。ありがとう、ママ。じゃあね。じゃあね、楽しんでいらっしゃい。娘の成長は早いわ。あら、いけない、シャツがリップの色がついたわ。全然落ちない。畑なら何でも落とせるわけないわ。
ミンディのメイクね。これを使えば。ふう、忘れてた。それ使いたいの。座って見せたいものがあるわ。気に入るはず。ああ、そう。やり方はこう。ブラシにパウダーをつけて、これをリップにのせるの。じっとして、軽く叩くだけだから。はい、これでよし。じゃあキスして。ほーら、リップが落ちないでしょ。ありがとう。さて、私はこれを落とさないとか。あ、おかけください。すみません、初めてです。そしたらまずはヤスリをかけるところから。大丈夫、リラックス。そしたら色を塗りましょう。どの色にしまう。あった。あ、その水色がいいです。いいですね。あ、そうだ。うわ、ちょっと気をつけてよ。なんてこと。これ見てよ、何してくれんの。手が滑って。もしもし、いますか。あー、ちょっと考え事。それお借りしても。私の帽子。いえ、その鉛筆。あー、いいけど。これが使える。つかから筆先を外します。その筆先をマニキュアのボトルに刺しましょう。それじゃあネイルを塗りますね。これならうっかりこぼれない。しかもスッと塗れちゃう。わあ、それ頭いいね。いかがでしょう。わあ、とってもいい感じね。またリピートさせてもらいます。わあ、とても嬉しい。はい、こちらお題です。どうも。それじゃ、次のお客さんにもやってみよう。しめしめ、誰もいない。だって困ってたんだ。ね、来たよ。間に合った。唇出して。じっとしてね。やった、見てみよう。ゴージャス、イケメン。ひどい高速だから無視するもんね。よく聞いて、テストに出ます。数学って嫌い。お、先生見てない。チャンス到来。あれ、どこだ。数学って楽しいで。出てきて。よし。アシュリー。おっと。あ、どうも。何してるの。私、何も、見てますからね。あ、危ない危ない。素早くやらなきゃ。いや、これじゃない。よし、垂れてないね。アシュリー、手を机に出して。これでいいです。おかしなことしない。うわ、不機嫌そうだな。でも足は見てないね。ヨガやっててよかった。あとちょっと難しいな。あ、やば。またですか、アシュリー。それでよろしい。よし。危ない。でもメイクはゲット。そうだ、このペンケースでひらめいた。これを使おう。蓋と中身を取り出して、短い鉛筆の先に接着剤。これを蓋にくっつける。何本もくっつけて蓋をいっぱいに。そしたらメイクをペンケースに入れて、中身は好きなのを選んでね。そしたら蓋を閉める。私の授業用メイクセット、これならバレないね。それってメイク？使うものは何でもあるよ。ちょっと直すのにちょうどいい。天才的でしょ？いいアイディアだね。買い物行ったら超かわいいアイシャドウあったの。いいな。見たい？ほら、最高でしょ？色が素敵。羨ましい。貸してあげるよ。ありがとう。あ、どうも先生。君たち遅刻だぞ。メイク禁止。
何か問題が？あ、いえ、何でも。何を隠してる？あ、ただの手です。うん、何か怪しい。見せなさい。いや、何にもないです。よこしなさい。はい、メイクです。手を離しなさい。でも私な。二人とも何してんの？君は入りなさい。ごめん。手を離すんだ。お、隙あり。まったく。アイシャドウパレットを隠すには本を使います。ハサミでページに穴を作りましょう。パレットの形にね。ブロックはページに貼り付けて、こんな感じ。ここにデコレーションを加えればメイク道具が隠せます。これで準備完了。止まって、回って、メイクはなし。よし、入って。よっしゃー。あ、やったな。やっほ。大丈夫？もちろん。うわー、あとはブラシさえあればメイクをつけられる。教科書って役に立つな。素敵じゃん。ほら、読みたい？先生、テスト終わりました。どれ？できたと思います。ほほー、うん、よくできてます。落ち着け。どうも。その顔についてるのは？一体何のことだか。それはメイク？あ、いや、もうこれでいきます。待って、回って。持ってませんって。変ね。いって、あー、いい気分。うわぁ、なんでそんな綺麗だな。生まれつきかな。実は秘密はこんなとこに。泣き戻し。よし、見てない。計画通りだ。消しゴムの角をハサミで切ります。小さな破片を綿棒に接着剤でつけます。押し付けてね。消しゴムにマスカラを塗ります。完全に覆いましょう。よし、じゃあ行くぞ。消しゴムをまぶたに押し付ける。反対側も。よし。よくできてる。絵をもらって当然。どこ座ろう。あのデスクがいいな。ダメ、そこに座っちゃ。急がないと。どいてどいて。オタク、どけ。私の机、私が先。別のとこ行きなよ。本気で言ってんの？じゃあやるしかないね。望むところ、倒してやる。じゃんけんぽん。あ、そっち。私の勝ち。残念でした。アシュリーって最悪。なになに、泣きそう。この席がいいのよ。フォルダーの横のね。フォルダーを取り出し、背拍子を切ります。接着剤をつけましょう。上から下までずーっと。フォルダーを横にします。そこに切ったフォルダーを重ねます。何冊も重ねましょう。もう半分のフォルダーを端につけます。天才的なアイディア。私の秘密のメイク入れ。欲しいものが何でも入ってる。必要なのはちょっとのアイディア。そしてこの席。授業中でも綺麗にしないと。どんなもん？なんてこったい。どうして？羨ましい？あ、やば。それはメイク？メガネはどこ？ああ、このペンを探してました。今確かに何でもないわ。このアイシャドウ好き。かわいすぎる。ああ、めっちゃ
サメフイ。さて、準備しようっと。うわぁ、おはよう。うわぁ、幽霊だと思った。笑える。その顔が面白いから。あ、そう。眠くてそれどころじゃない。助けてあげたい。何か使えるものは。あ、これがいいね。あら、寝てる。ねえ、起きて。なんかよ。これ、使って。接着剤？ああ、嬉しい。貸してごらん。いや、中身くらい知ってるし。あれ？これって、メイク？どういう魔法なの？はい。これ、貸すよ。顔色良くなるだろうから。うん、でもどういうこと？接着剤の容器を洗い、蓋を取ります。お好きなファンデーションをたっぷり入れましょう。終わったら蓋を閉めます。非常用ファンデーション。そういうこと。ありがとう。いいってこと。よかった。どんな感じ？最高。返すね。この雑誌大好きなんだよね。アイディアを得るには最高。気になるスタイルがたくさんある。すごい、見てこれ、とっても魅力的。これ私に似合いそう。試してみよっと。まずは化粧箱のチェックからだね。あ、グリッターがある。これならできそう。指を一本入れて、そんなにつけなくていいからね。あとはキラキラタイム。そのまま指を頬に沿わせて。あれ、おかしいな。なんでうまくいかないんだろう。あなた誰ですか？私はメイクのフェアリーゴッドマザーよ。嘘、今までなんで出てこなかったの？顔をキラキラさせたいんだけど、このグリッターだとうまくいかないの。本当？それは良くないわね。でも心配しないで、私が来たからには大丈夫。そう言ってくれると思った。まずは少し振ってみて。ね、ねえ、起きるのよ。ねえってば。聞こえてる？もうまた寝ぼけて起きなさい。え、ママ？もう起きる時間よ。変な夢見た。あれ、あの後どうやってメイクしてくれたんだっけ？なんだっけ、思い出さなきゃ。あ、何か浮かんできた。あら、戻ってきた。大事な部分は聞き逃したわね。次にどうしたらいいんだろう。なんでママ私のこと起こしちゃったの？まあ過ぎたことは仕方ないか。ママは何してるんだろう。しっかりお水吸ってね。あなた結構乾いてきてるわね。ちょっと待って、あれは見覚えがある。それだ、あれだ。思い出せた気がする。思い出してくれると思った。アロエが必要だったんだ。ママ、それ貸して。あれ、どこ行っちゃったの？これがあればうまくいく。やってみよう。まずはアロエの葉っぱを1本切って、小さな瓶も用意してね。中の液体が出るまで葉っぱを絞ってね。出てきた液体を瓶に入れて。アロエのいいとこ取りだよ。これぐらいで十分かな。次にグリッターを手に取ったら、それをボトルに注ぐよ。こぼさないようにね。これくらいで十分だね。そしたら混ぜ合わせるよ。箸などを使ってね。とっても綺麗。早くつけたい。そろそろいいかな。あとはキャップをつけて、ポンプ式のディスペンサーを使うよ。出来上がり。これでいつものメイクが変わりそう。フェアリーゴッドマザーのおかげだね。早速つけてみよう。少量を手に絞って少なめに取るのがおすすめ。そうしたら頬骨のあたりに広げてね。うわー、いい感じ。すごくよく仕上がってる。これで肌が輝いて見えるね。今度は反対側をやるよ。軽くタップするだけで大丈夫。できた。完璧だね。早く見せびらかしたい。着いた着いた。いやー、もうひどい渋滞に引っかかっちゃった。よし、落ち着け。ショーはまだ始まってないよね。うん、まだ大丈夫だよ。ふう、遅刻するかと思った。
ミンディ、鏡見た方がいいよ。髪がひどいことになってるよ。いや結構ひどい。え、何言ってんの。何これ、帽子かぶってたからだ。もう帽子なんてかぶってくるんじゃなかった。今行かせるわ。ジャスミン、あなたの番よ。あー、もう私の番来たの。オッケー、ショー始まっちゃったの。やばい、髪を直さなきゃ、時間ないのに。ひどすぎるんだけど、おしゃれしてきたばっかりにこんなことに。なんとかしなくちゃ。櫛で溶かせば治るでしょう。いや、これじゃ無理みたい。他にもこの髪を直す方法があるはず。もしくはジェルを使って。エクストラハード、これならいけるでしょう。本当はヘアスプレーの方がいいんだけど仕方ない。やってみよう。いや、冷たくてヌルヌルしてる。全体になじませて。ダメだ、これじゃうまくいかない。むしろ悪化してるじゃない。あと残った選択肢は一つ、髪ごと除去するしかない。ショーのためなら仕方ないよね。一気に終わらせよう。恐れるな。ちょっと待った、坊主になる必要ないかも。この紐を使えばいいんだ。ふう、これが視界に入ってよかった。これはすごいよ。必要なのは長めに取った糸だけ。それをしっかり持って、そのまま髪に沿わせながら押し当てていくよ。アホ毛が平らになるの。これでまとまりのある髪になれる。反対側もだよ。片側だけだとおかしいからね。わお、綺麗に整った。今までで一番整ってるかもと思ったら、ちょうど順番が来たみたい。ミンディ、何してるの。早く言って。ほらほら、オッケー、かっこよく決めてくるから。わあ、あの髪見て。ちょっと睨んだ感じで歩こった。さ、その調子。転ばなくてよかった。これめちゃくちゃヒール高いのよね。次は私の番。ポーズをとって、見て、この髪振り払う感じはどう。便利なガールハック使えそうかな。あの青いアイシャドウ、かなりいいアイデアだったね。チャンネル登録とお友達への共有もお忘れなく。